今年は早植え栽培に失敗したため、阿波の名画と全面対決になりました。3月10日、阿波の名画対策に早巻き栽培を開始しました。セルトレイに種まきバイドを入れ、滝石病産の頬張りコーンを破種しました。二等辺三角形の尖っている方を下に向け、一粒ずつ巻きました。トウモロコシは乾水しすぎると種が腐ってしまうので、少なめに水をまきました。3月14日、芽が伸び、3月16日、葉が分かれてきました。3月27日、定植しました。根を切らないように慎重に植えたのですが、早植えなのでビニールマルチを施し、寒さ対策を行いました。4月1日の状況です。ほぼすべての苗が茶色くなり枯れてしまいました。原因は分かりませんが、夜間の寒さに影響を受けたのでしょうか。分かる方がいたら教えてください。今年は早植え栽培を諦め、直接破種することにしました。枯れた苗を取り除き、そこに種をまいていきます。ここからの栽培となるため、収穫前に阿波の名画の活動時期となり、全面対決を逃れられないことを覚悟しました。5月中旬になり、ビニールトンネルにあたる大きさとなったため、ビニールトンネルを外し、5月21日、阿波の名画対策にフェニックス下流水和剤という殺虫剤を使用しました。2000倍で希釈し、転着剤にはアプローチを入れました。ユーフォが見え始めるタイミングで一度散布しました。フェニックス下流水和剤は幅広い腸木害虫に高い効果があり、幼虫と成虫に活性を示し、効果持続性にも優れている薬剤とのことです。6月7日、ユーフォが開き、四方が伸びてきました。四方が伸びてきている状況です。トウモロコシも背丈くらいになりました。6月11日、花粉がついた UFO を切り取り、人工授粉を行いました。UFO が出てから阿波の名画が飛来しますが、今年は飛来している様子がないので、フェニックス下流水和剤が効いているようです。その後、フェニックス下流水和剤の2度目の散布を行いました。UFOに阿波の名画が寄ってくるので、UFO を切り取ることも阿波の名画予防に効果があります。甘いトウモロコシの収穫が待ち遠しいです。